こんにちは、黒田和義です。はい、今日はゲストに、鈴木宏典くんです。はい、どうも、鈴木宏典です。僕が高校卒業してからしばらく教えてたね。はい。ね、2年ぐらい。バークリー音大、日本最高額奨学金取ったんだっけ？ああ、いや、そんなことないと思いますよ。でもかなり高額取れたよね。そうですね、はい。はい。で、バークリーって、今東京で、いろんな素晴らしいミュージシャンと、共演していただいて嬉しいばかりの。まあ、そうです。僕も鼻が高いという。いやいや。一人ですが、まあ、今日はですね、いろいろ二人で対談しようということでですね。はい、で僕は、そう、ヒロノリはとか、もう本当にジャズドラマーとしてあれだけど、これなんかは、やっぱりこう、ルーツが、ドラムを始めたときは一番最初のルーツがレベッカなんですよ。レベッカじゃないか。レベッカって日本のバンドですよね。そう。小田原豊さんが大好きで、もうあの人のドラムばっかりコピーしてたんだよね。で、それである程度行ったときに8ビートでなんかこう、あ、もうドラムの表現力ってこれで限界かと思ったわけですよ。はい。で、そこで一番最初にもう衝撃が受けたのが、T スクエアのナチュラルっていうアルバムで。はい。もう、なるほど。未だに大尊敬してるけど、まあ、ドラムは森武博之さんで。はい。いや、あの人すごい真面目な方で、一、はい、回だけこれ方さんのなんかお手伝いをしたときに、一緒に乗ったことがあるんだけど、ずっとこう、ちょっとこう、練習をしたりとか、いろんなことを教えてくれて、本当に素敵なドラマーなんですけど、のりたけさんとかはよく聞いた？あんまり T スクエアとかは聞かなかった？いや、僕だからプロを目指したきっかけが神保明なんですよ。ああ、まあね、神保さん。もうそのカシオペア VS ザスクエアの DVD わかります、うん、あれがリアルタイムなんで僕は。ああ、そうだな、確かに。ああ、いや、あれはもうめちゃくちゃかっこいい。俺はね、のりたけさんから入って、途中で神保さんを知ることになるわけよ。ああ、なるほど。で、神保さんとのりたけさんが名古屋でクリニックやるからって言って、二人でバトルをやってるクリニックを見に行ったときに、いや、のりたけさんのフレーズは大好きだけど、神保さんのあまりのタイトさに、はい。あ、怖えーと思って、で、しかも、一人オーケストラやり始めた頃で、ちょっとそれを披露してくれて、ドラムでこんなことできるんだ、みたいなことが思って、うん。なるほど。でもやっぱりその、8ビートってなるとさ、やっぱりこう、まあ自分なんかやってたオールディズとかもよくやってたから、そうするとドラムってフィルインがタカタカタンタンって入れて終わりみたいな、あとリズムパートをキープして楽しいだけみたいな、なんか、いや、もちろんあれにも深さはあって、なんか普通にもうビートルズのあたりの8ビートとか、結構研究するに値するようなものがあるとは思うんだけど、その当時はやっぱりそんな表面上しか見えてないから。はい、そうですね。一回来ますよね。もうこれ以上やることもしかしてないんじゃないかっていう。そう。生意気にもドラム始めて2年ぐらいでそんなことを思った時期がありまして。はい。思うよね、やっぱりね。思いますね。そっからだから、その、スーバスメタルに行く人がいたり、フュージョン行く人がいたり、ジャズに行く人がいたりみたいな。うんね、スーバス俺ちょっとだけ行って、メタル系ちょっと行って、だから、最初にやってたバンドとかでやっぱハイウェイスターとかもやってたし、でもハイウェイスターとかそのディープパープルのあたりとかも表面上で見ると、まあこれヒロノリ君のチャンネルではお話ししたんですけど、はい、やっぱり深いジャンルはだから跳ねてるっていうか、スイングスポットに入ってるドラマーが、はい、今何俺は聞くドラマーではあるんだけど、はいはい、一時期やっぱりそのこの器の許容量が低いもんだから、なんか、うんうん、あ、もう8ビートってここで終わりだとか。いや、わかります、わかります。ドラムの表現力ってこれで限界か、もう楽器間違えたなぐらいの、ドラムやめようかなと思った時に、フュージョンに出会って、なんでかっこいいんだ、はいはいはい、ドラムでこんなことできるのかっていうところが、俺のこう、ドラム人生の深まっていくところのスタートなんですけど。なるほど。そう、神保さんだったんだ。神保さんですね。完全に、だから、うん、母がピアノの先生なんですけど、僕がちっちゃい時にピアノ習うのどうしても嫌がったから、もう泣く泣くドラムにしたらしくて、結構母が熱心だったんですよ。そう。で、中1か中2の時に、その神保さんがワンマンオーケストラで浜松のクリニックに来るっていうので連れてってくれて、そこでもう、そのワンマンオーケストラがすごいのは、まあ、あれももう好き、大好きですし、衝撃だったんですけど、もう何よりドラム
のかっこよさ、うん、かっこいいよね。とドラムソロとかフィルエイのフレージングのかっこよさにハマって、うん、そうで、なんか神保さんのイメージってそのワンマンオーケストラでちょっとこうあのコマーシャルなっていうか分かりやすい曲やったりパイレーツオブカリビアンやったりとかね、うんはい、ちょっとこう言葉悪いですけど、そのダサい面ってあるじゃないですか、その。ああ、はいはい、そう。よく、神保さんっていう名前の話題になると、その話になるんですけど、うん、あえてやってるのか、ああなってしまってるのか分かんないですけど、うん、そこばっかりやっぱり目がいってしまって、その、うん、本当の神保さんのやばいところっていうのがあんまり、こう。いやー、すごいね。神保さんはさ、うん、もう、ドラム大好き人間なわけじゃないですか。僕も、そうですね、僕もね、ちらっとお会いしたことはあるんだけど、僕はお話ししたことないんですけど、はい、あのこれもボトムラインの、 あの、はい、社長さんからのまた聞きだから本当の話かどうか分かんないけど、飲んでる席で話したんだけど、はい、神保さんになんか誰かがインタビューしたんですよ。で、はい、なんかあの人って規則正しく朝起きて筋トレしたりとか、そのとにかくなんかウォーキングしたりとかちゃんとして、で、とにかく、はいはい、ライブ終わったら早く寝るみたいな、深酒とかそういうのしない人で、はいはい、なんかこうドラムの練習の時間をしっかりとって、何が明日今後楽しみですかっていう話をしたら、うん、なんかもう1年間とは言わないけど、数ヶ月分のもう練習メニューがずっと決まってんだって、1日。今日はこれでした。で、こう、早く明日の練習がしたい。もう絶対勝てんよね。マジか。でも次のページが早くめくりたいみたいな。すげえな、みたいな。そんな人だから、いや、びっくりするほど、なんかタイトだし、やっぱりこう、はい、で、やっぱり、まあ、テクニックも当たり前だけどめちゃくちゃあるわけじゃん。めちゃくちゃありますね。ね。はい、で、フレージングは俺は昔からのりたけさんのフレージングが好きなんですよ。高校3年生ぐらいの時から、その時の理論は、はい、かっこいいドラマーはフィルインが左手からスタートするみたいな。裏拍ってことね。はい。よし、わかります。わかりました。その時は裏拍っていう概念がないから、うんうんうん、左手から始まっている。俺今まで右手から始めていた、左手から始めれば本当だかっこいいみたいなぐらいの、あの幼稚な考え方だったんですけど、はいはい、米沢美子俺バンドやってるんですけど、はいはいはい、ね、そうか、めちゃかっこいいってデモテープ何これみたいな、うんうん、俺このドラム好きって言うと大体のりたけさんなんだわ。なるほどなるほど、そりゃ好きだわとか思いながらだいぶコピーしてやったりとかしたんですけど、あでもなんかこうもうこの年になるとコピーで済むわけにいかないから、これの自分らしくアレンジしてとか言って考えていろいろ叩いてるんだけど、うんうんうん、いややっぱり未だにのりたけさんのフレーズはかっこいいね。自分なんかツボってあるじゃん。ありますね。パンって入る。だからこうまあ有名な人は賛否両論絶対あるわけじゃないですか。特にジャズミュージシャンからすると、はいはい、ジャズミュージシャンってどうしてもフュージョンっていうのをさ、はいはい、ちょっとあんまりよく言わない傾向にあるんだけど、俺未だにフュージョン好きだしさ、ね、はい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 、だからフュージョンみたいなやっぱりサウンド感ってやっぱかっこいいなと、未だにやっぱこう今も、ウェザーリポートあたりとかよく聞くしね。あでもウェザーリポート、そのジャコとかいた時代ですか？そう、ジャコの入ってるもうちょっと手前ぐらいから、うん、アロンソ・ジョンソンがアフォンソ・ムザーンとか、うん、そう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 、あの辺のやつとかも聞くし、ただやっぱりジャコが入るちょっとぐらい前にエレベに変わっていって、はいはい、グルーブをさせることによってジャズってやっぱりショーターとザミルも思ってたらしいんだけど、あの初期の頃のウェザーリポートどうしてもやっぱりいわゆるビッチェズブリを引きずってるわけでしょ。そうですね、はい、そうです。サウンド似てるじゃん。やっぱりもうちょっと整理されてるけど、はい、やっぱりかなり、はいはいはい、あのスタイルから変化していく感じがするじゃん。そうですね、はい。そうするとやっぱりね、当たり外れあるんだって。やっぱり20点しか取れない日もあれば、200点とか300点取る日もあるみたいな感じなんだって。はいはい、なるほど。それがグルーブさせてると、絶対に7、80点取ると。ほう。そうすると、はい、アドリブとかその共鳴する部分っていうのが失敗したところで、はい、要は失敗するっていうか演奏ミスするわけじゃないんだけど、アドリブだから、うん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 、けどこう思惑が違ってこううまくこう絡めなかったりしたとしても、
お客さんのクオリティからすると、もうグルーブしてて気持ちいいもんだから、要は7、80点取るから。はいはいはい。だから、すごいその、ああいうスタイルに変えていくのね。この間初めてその、ショーターのやつとかいろいろ調べてて、そうやって考えてたんだ、みたいな。だからその、フリージャズとか、あの、オーネットのあたりとかも後半は結構こう、ファンク系のリズムの上でやるじゃん。え、オーネットですか、うんうん、あ、そうなんですね。結構グルーブ系の上でやるのよ。そうすると、フリージャズで上のところが、こう、うまく当たろうが当たらうまいが、製品としてはその成立するみたいな。ただ、まあ、どのバンドも電気楽器を使ってそれやり始めたから、まあ、サウンドが似通い始めて、ちょっと一挙に飽きられたって感じがあるよね。ヒロノリはテリに教えてもらってたの？テリですし、そのバークリーの選抜コースの講師陣が、うん、そのダニーロ・パテッチ・ブレイドだったんで。おー。そうそうそう。だからもう、ど真ん中っすよ。なんか、だからそのテリリンが入ったあたりの曲自体は、テリリンはあの頃はフュージョンっぽい色で叩いてるけどさ、あの当時は。めっちゃそうですね。ジョイライダーのあたりとか。はいはい、はい。あの辺の曲は、を題材にしてるよね、だから。だから、内在的には同じものを持っていたけど、サウンド的になんかこう、どうしてもフュージョン色、サウンドの音の感じがフュージョン色が安っちく聞こえるんだけど、クォーターのやつはやっぱり、ハイライフのあたりとか聞くとすごいよね。だから、はいはいはい、あの、オーケストラも入ってるし、オーケストラの人たちが音間違えてんじゃないかって言ったんだけど、録音聞かせたらすごいって言わせたらしいからね。へ、あ、そうなの、そんなのもあり。うん、いや、あの、あれですよ。なんか、あのカルテットは、最初から4人だったわけじゃなくて、うんうん、なんか、その、ライブと、ライブ後のレコーディングが、もうそのオーディションみたいな感じだったらしくて、ピアノがダニーロかメルドーになる予定で、で、うんうん、ベースはパティトゥッチって決まってて、うんうん、で、ドラムはテリかブレイドだったらしくて、うんうん、それで、メルドーが遅刻したかなんかでダニーロになって、おー、そう。で、よりアコースティックなサウンドにしたいからブレードになってみたいな。確かに。そう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 。すごい。だからワンチャンブレード、あの、ブラッドメルドだったかもしれないんですよ。そうだよね、まあ。それも面白そうですよね。それはそれで面白いかも。もう、ね、まあでもダニーロの激しさが、でもあのバンドに合ってる気がするけどね。あの、ブラッドメルドは激しいけど、なんかこう、すごく整理された感じがするじゃん。ダニーロって、そうですね。荒削りな感じがして、すごい好きだ。まあ、そうですね。荒削りではないんだろうけどね、もちろん。ああ、はいはいはい。のりたけさんと神保さんのあたりは、はい。あの当時でもね、好きだったけど、コピーできるとは思えんかったよね。なんかあの、ナチュラルとか、最近叩いてみたら、あ、叩けるけど、ああ。その当時、俺がドストライクだった時は、ニュースってアルバムが、本田雅人さんがさ、ああ。入ったばっかりのアルバムで、へえ、はい、はい。レガリスって曲とか、あとその後に出たやつのランドスケープとか、もうめちゃくちゃ変拍子で難しくて、しかもタム回しが異常にややこしいことやってて。ああ、なるほど、なるほど。あの人すごい真面目だから、多分すごいフレージを作って、体に覚え込ませてってやるじゃん、はい、みたいな。はい、はい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 。そういうので、なんかこう、ジャズ的ではないのかもしれんけど、完成度が高くて、あの人の歌い回しがすごく好きで。はいはいはい、はい。今でもやっぱりたまに聞いて、おーとか思ってるけど、うん、やっぱり俺は則武弘之派でしたね。則武派なんですね。いまだにそうかもしれない。フュージョンだと則武さん入ってるとついつい聞いちゃうなみたいな。僕完全に神保派でしたね。やっぱカシオペア VS スクエアの DVD とかも、あ、分かる、ソロバトルしてますけど、うん、神保さんのソロの方が全ボキャブラリー好きでしたもんね。やっぱ、あ、好み分かれますよね、やっぱり。あの二人がやってるときは確かにね、やっぱりね、生で見たときとか、やっぱり神保さんに軍配が上がったんだけど、おでも、やっぱりフレージングは則武さん好きみたいな、俺にはあって。はい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 。あ、いや、うん、すごい好き。ただ、則武さんが自分のなんかそのビデオで 4ビートに挑戦しようと思いますって、これ、その聞きたい。あれはなんかこう、スインギーかっていうと、ジャズのスイングとはちょっと違う感じがするかな。ジャズってこう、リズムをこう、タイムをずらしてこう、俺はいつもシンバルレガートするとき、前進するレガートってさ、いや、スイングはしてるんだけど、はい、その、
こうバネがあって前にこう蹴っていくスイングの感じっていうのはさ、あの基本的にはこう要は溜めたりこう緊張させたりそういうのがあって、要はタイムを縦に取らなくて なんかこう横軸に取ってる感じがすごくするのね。でこうこういう、こう伸び縮みしてる感じが、はいはい、そういうのってフュージョンってどうしても縦でこう結構割るところがあるから、ね、はい、でも縦で完全に割ったところの美学ってあるじゃん。だからありますあります。縦で完全に割ってるのにすごい綺麗な歌い方で歌い回しとか、例えば、うんうん、まあ今若手の川口千里ちゃんとかさ、はいはい、うん、千里ちゃんとかやっぱりこう、この間吉田二郎さんとやるときにやっぱ千里ちゃんが叩いたやつをコピーしてたんだけど、はい、うめえなこいつみたいな。いや千里ちゃんマジで奇跡じゃないですか。いやあれはセンスいいよね、あのフレージングがさ。センスいいです。で大体そのどのジャンルやらしてもグルーブしてるんですよね、ちゃんとこの、うん、やっぱ一通りまとえてるんですよね。うん、そう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 。いやほんとなんかこうただのその天才少年天才少女じゃなくて、ちゃんとこうもう、うん、ものになってるっていうか、本当なんか奇跡だなと思って、なんか、うん、ああいう育ち方っていうか、なんかすごい偉そうな言い方になってますけど、なんか、うん、いや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 、本当に思いますよ、うん、いや僕も千里ちゃんのドラム大好きなんですよね。うん、いやセンスいいし素晴らしいなと思うし、いや俺はだから菅沼さんにも習ってたから、はいはい、千里ちゃんはあの中学生の時から、ね、はいはい、見たことがあって、はいはいはい、なんだこの子みたいな。当時はあのもうツーバスどこどこで早叩きできてみたいな感じだったんだけど、あいやほんでただね音に説得力があって、これ中学生の女子じゃないよなみたいな、あだからそういうこう音楽に対する嗅覚がすごいんだなとは思うんだけど、はい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 、でもフュージョンドラムのただこう4ビートとかはなんかこう、なんていうの、スイングってこうやっぱり跳躍するやつなんだけど、はいはい、例えばこう、エルヴィンとかになってくると、こう、傾斜してこうやって漕いでいく感じがする、気がするのね。そのためには結局、ビートの縦で割ったとこから ずらして、ずらしたとこに着地するっていうのをやらなきゃいけないんだけど、そこがやっぱり、ジャズとの違いかな、美学の違いだけであって、だから、あそのグーングーンって前に進んでいく4ビートな感じにはならない感じがするかな、なんか。うん、だからああいうこうフュージョン系の人って、だから、すごいなと思う。何でもできるし、とにかくこう。いや、ほんとそうですね。うん、フレージングに対してのこう、そういうこう考え方とか、なんか、ジャズとかその場で歌ってりゃ何でもいいじゃんみたいなところがちょっとある中で、こうフレージングを練り込んで、ここにこれを掘り込んで、多分そういうトレーニングをいっぱいしてるんだと思うんで、ね。僕、デイブ・ウェックルのジャズ好きなんですよね、実は。あ、これ俺も好きなの。この、デイブ・ウェックルのスイング好きなんだよねって話すると、大体ジャズミュージシャンに怒られるんですけど。いや、わかるわかる。あ、デイブ・ウェックルのスイングはさっき言ったみたいな、その黒人っぽい、そのいわゆるこうひしゃげた感じっていうのがすごくこう、はい、あるんだけど、なんか、うん、こう、すごく整理されてて、すごくきっちりしてるから。きっちりしてますね。うん、はい、いわゆるその、こう、黒人的な匂いがあんまりないんだけど。ないですね。だからこう、はい、ただそのフレージングとか、例えば俺なんかは GRP ジャズオーケストラが生で見てるからさ、日本来日した時、名古屋は空席がまだあったからね。はい、でも、あの時のもう、あの CD のままだけどさ、エラージのいいですね、ブレイクした時の4小節とか、はい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 、あのフレーズはもう本当にあれじゃないともう入れないぐらいの感じになってるじゃん。確かに。だから、その場感がやっぱりないとかいうのがあるのかな。でも、チックのアコースティックバンドとか、いまだに好きだけどね、俺。めっちゃ好きですね、僕も。チックのトリオマジで好きですね。まあ、俺もだから大好きだったし、とにかく、大阪さんも柴田亮もやっぱり話してたけど、ウェックルはやっぱりみんなヒーローなのね。で、はいはいはい、ウェックルが出たことによってスプラッシュシンバルっていうのも出てきてるし、あドラミングのやり方自体のなんか発想を変えた感じはするよね、あの人は。そうですね。うん、完全に。ガッドがやっぱりその、
なんですごいって言われてるかっていうと、やっぱりああいうルーディメンツをドラムに置き換えて、ラテンみたいなのをドラムで表現したのって、あんまその前後、まあ、アレックス・アクイナとかもやってるけど、うん、ガットがそういうことやり始めて、で、それをなんかもっともっとこう、現代的にこう、裏打ちのフレーズとか5連符とかガンガン掘り込んで やってるウェックルとかすげえなと思ったし、俺はもう、うん、ヒロノリ紅葉だったじゃん。あそこの紅葉ビルの一番上にウェックルを呼んだ時があるよ。はい、ああ、わかります。知ってます、知ってます。はい。で、あの時俺だからなんやかんやでこう時間取れて、で、はい、なんかこうマンツーマンでもちょっと教えてもらって。はい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 。もうとにかく言われたことは、とにかくこう、スティックをリリースするのもっと早くせんと、みたいな。スティックに仕事をさせろっていうことをずっと教えてもらったから。なるほど。レーシング以下の話で、叩いたの見てもらったんだけど、君はとにかく、はい、メモリが10ある中で、君は2までで、あとは挟んでるだけで、それ以外はしちゃいけないのに、自分の手で動かしすぎだよって言われて。音色も何もかも全てが、そのスピードもそうだけど、音色も全てそこにかかっているから。うんうん、でもあれは本当に自分の中で、未だに、あの時点でその練習に切り替えてからすごい表現力変わったと思うしね。ウェックルとか、あと、ね、サイモン・フィリップスとかも生で見せてもらってるので。サイモン・フィリップスも俺結構好きなんですよね。いや、めっちゃうまいよ。死ぬほどうまいね。うん、のりたけさんも、神保さんも、サイモン・フィリップスも、基本的には、はい、のりたけさんはね、一時期から変わったんだけど、はい、水平器でこうドラムセットするんですよ。要はいわゆるその家のドラムと全く同じ状態にしないで気が済まない。ああ、はい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 。いわゆるその、うんうんうん、サイモン・フィリップスはもう全く家の置いてあるドラムセットと同じ形、はい、同じ角度にするわけ。で、その、はいはい、玉がやってきて、こう、玉の人たちがこう楽器を持ってくるんだけど、全部自分でやるのは、はい、人にやらせない。はい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 。だから本当楽器好きなんだろうね。で、全部こう、皮も状態見て、一個ずつチェックして、全部やって、3時間ぐらいかけて、セットするんですよ。はいはいはい。ありますよ。この、うちの音大で、サイモンが現れて。あ、これ、あ、何、いつですか、これ。これ何年前だろうな。17年って書いてあるから、5年前ぐらいかな。結構最近ですね。おお。で、こう、家のと全く同じ状態。ああ、いつものセッティングだ。で、右手でレガートしてて、左手でもレガートできるように、同じ角度で、完全にスイッチできるんだよ、はいはいはい、あの人ね。あ、できますね。フロアタムが1個少ないんだな。で、マイクスタンドもできて、ああ。撮っていただきました。俺、だいぶまだ痩せてるな。ダリル・ジョーンズですよ、ダリル・ジョーンズ。ダリル・ジョーンズ。めちゃくちゃかっこよかったね。もう、この時の余計な話だけど、ダリル・ジョーンズがさ、ローリング・ストーズに入って、まあ、あの人はローリング・ストーズで有名じゃん。でも、スティングのバンドに入っててさ、で、そこからローリング・ストーンズバンドとかもやって、ローリング・ストーンズがもう、要は彼が歴史を変えたって言ってるぐらい、ね、サウンド感バッチして、でもやっぱりすごい悩んだんだって。で、こう、いや、車で送り迎えとかしてるからさ、いろいろちょっと質問したりとか、いろいろ教えてくれってさ、で、こう、はい、なんかこう、ローリング・ストーンズバンドでこう弾くために、要はローリング・ストーンズの元々の往年のバンドの要は良さっていうのを逃したくないと。それを練習を過ごしたんだと。で、その自分のでも今の表現もしたいと。その設置をずっとやってて、で、その要はちょっとこう、要は70年代、60年代、70年代のあのちょっとこうロックのちょっともさい感じと現代の感じをちょうど合わせた自分の声を見つけたんだって。で、ローリング・ストーンズでやって、やっと自分のこのローリング・ストーンズでの、なんかいい音を見つけたと思って、うん、で、なんかこう、ちょっと自信を持ち始めたら、やっぱり最初の頃はどうしても、いい、いいって言ってても合わない感じがしたんだって。うん、自分だけ、まあ、ちょっと言われたり、かっこよすぎるって言われたりとかして、そうじゃないんだよ、みたいなことを言われて、はいはいはい、で自分で模索して、やっと自分の音が見つかったと思って、そしたら、スティングが見に来て、お前下手になったなって言われたんです。いや、違うんだよって。違うんだよって。
確かに。ダンボロイ。最高だよね、みたいな。もう最高っすね、それ。な本当にあの、真面目だよね、みんな。だから、その、なんていうの、ジャズの人とかも、なんか、うまい人ってやっぱそう、酒飲んでるとか、そういうぐちゃぐちゃになってるとこが、やっぱりちょっとね、ドラッグとか目立ちがちだけど、はいはい、みんなすごくストイックだよね、音楽に対して。ストイックですね。うん、なんかやっぱりこう、なんていうの、こういうことを表現したいとか、こういうことに対して自分なりの道を見つけていくとか、だから、本当にあの、要は、その、サイモンとかもお手伝いしたとき思って、あ、ここまでやるんだ。要は、だからやっぱライブ見たときも思ったけど、信じられないパステージが出てくるんだよね。でも、家でやってる、ずっと練習してインプットしてる角度からできるみたいな。だから、この場であるドラムセットじゃ絶対無理な、その、はいはいはい、動きっていうのも、うん、合理的な動きで練習して、だから彼のサウンドになるというか、確かに。すげえなと思って。で、その話をのりたけさん、のりたけさんと話したのもっとずっと前の話だけど、ただ俺もその一時期ドラムセットっていうのを自分、これはあの、まあ、小浜さんに言われたことなんだけど、はいはい。ラブリーとか行くときに自分のドラムセットを持っていかなくて自分のクオリティが下がるんだったら持っていった方が評価が高くなるじゃんって言われて、なるほどと思って、俺ラブリーであろうとスタイズアイズであろうともっと狭い店であろうと絶対自分のドラムセットを持ってた時期があるね。ああはいはい。で同じ高さにして同じクオリティで同じピッチでずっとやるようにしてた時期があって、はいはいはい、今はチューニングで自分で同じピッチにしちゃうからドラムセットは持っていかないんだけど、はい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 、高さもほとんど変えなくなっちゃったんだけど、はいはいはい、その時期があったがゆえにこう自分のセンターっていうのがなんとなく分かってて、どんなドラムでやってても、はい、数分叩いてたらアジャストできるようになってきたから、はいはいはい、でも確かにそのサイモンがやってるようなパッセージは不可能だけど、いつもやってる自分のクオリティのものは出せるかなっていうふうになってたのがあって、そういうことを話したときにあの則武さんも一時期は水平器で測ってそういう時期もあったんだけど、今はちょうどその時期かな、なんかライブハウス周りしてるときはペダルも持っていかないようにしてるって言って、うんうん、要はまあ、スネアは多分、あの、まあ、あの、遠藤さんのこともあるのか、あれだ。はい、だから、やっぱり、エチケットもあるじゃん。スネア破っちゃったりしちゃいけないから。はいはい。そのエチケットとしてスネアは持っていくんだけど、うん、あの、もし借りれるものであったら借りて、できるだけその、ピッチも変えないようにして、その場のドラムセットに自分が順応できるように今練習してるって。やっぱりみんなストイックだなと思ってね。ですね。うん、今、のりたけさん、あの、シンバルすら持ってこないで有名ですよ。ああ、そうそうそう。全部その場にあるものであるみたいな。いや、実際、その、そういうふうにしてるんだって。だから、素敵だなと思った。だから、その、あの、あえて、いや、持っていくのは簡単だけど、持っていかないことによって何が表現できるか、みたいな、はい。大阪さんも言っててさ、あの、はい、ピッチ、俺はピッチ企画的、まあ、ありに影響されてるのもあって、ある程度俺も、はい、ピッチ感のやつやってるから、はいはいはい、どうしても、はい、あのここはこの音にしておきたいっていうのがあって、はいはい、多少いじるんだけどね、あの今日はポップス系が多いからフロア低くしようとか、はいはい、スネアをだからちょっとメジャーキーの方に寄せようかとか、はいはい、あのちょっとポップス寄りで明るい曲多いから、うんうん、っていうのは多少操作するんだけど、はいはいはい、小坂さんはもう言ってた、一時期俺もずんそうやってやってたけど、今はこの場の今このここでしかない音、はい、自分の方に寄せずに、それでいかに音楽が作れるかやろうって思ってるって言ってたの。うんうん。だから、大阪さんは、あの、ピッチ変えない。いや、あの、よっぽど嫌なやつだと変えるけど、はいはい。嫌じゃない許容範囲だったら、それでやりたいって言ってたの。多分、のりたけさんも今、そういう時期なんだと。そうですね。うん、やっぱ自分のセットを持っていく時期がね、あの、かなりその大事になってきますよね。その今の。うん。それがあったがゆえの、はい、なんか水平器でもう完全に自分のところがあったがゆえのその先じゃんみたいな、うん、確かにそうですね、うん、僕もその神保明さんから入ってんで、うん、僕もそうなんですよ、全くもうスタンドとかマーカーしてもう全く家と一緒じゃないといけないっていう時期、うん、かなりあ長くて僕の場合は、うん、最近ですね、なんかそれ石若俊君と話してる時に、うん、やっぱイントロってあるじゃないですか、お店、うん、セッション。イントロとか言ったら普通にその場のある楽器でいい演奏しようとするんだから、うん、あのお店行ってもそのあるところのチューニングとかね、あの行ったらセッティングも変えないでそのまま楽しむみたいな、結構そういうの楽しいんだよねって話してて、うん、それもやっぱりこう楽器
ね、持ち込ん必ず持ち込んでて自分のサウンドはこれだみたいなやってる時期があるから、うん、それがあるから、俺も結構 4,5 年やってたと思うよ、ずっと。ああ、うん、そうですね、もう、うん、ちっちゃいお店だろうが、もうドラムセット持ってくんで片付けといてくださいって言って、はいはい、で絶対車で行って早めに行ってセットしてっていうことをやってた時期がある、はい、うん、ですよね。でも今は本当にセットあるともう角度も変えないし、はいはいはい、ピッチもいじらないしっていうことかな。自分のチューニングとか見つかりますもんね。うん、そうなんだ。あとやっぱ自分のサウンドっていうのがその、うん、出てきますもんね。そう、なんかサウンドってだからその譜面面にすると一緒なんだけど、結局、はいはい、その叩く人によって全然サウンド感違うから、うんうん、やっぱり自分の腕の重さもあるし、あ、ね、俺やっぱりそのスティック一つにしてもそうだし、こう、はい、握り方とか。レガート一つにしたってもずっと均等には戦うわけじゃんみたいな。はいはいはい、そうですね。だからやっぱりその譜面面にすると一緒だけど全然違う歌い方してるから、はいはいはい、ずっと均等なレガートっていうのが、まあ、フュージョン系ドラマが結構なりがちじゃん。そうですね。あれあれでなんか、はい、ベースで言うと俺ペダルトーンみたいな感じで感じてて、あ、そういうのは使わないわけじゃないって感じだから、うんうんうん、ずっとキープしてて、で途中でこう、うんうん、まばらにしていくみたいなのもよくやるし、うんうんうん、はい、ただそのフュージョン系のドラマってどうしてもやっぱりその均等にするっていうのが命みたいなところがあるから、まあそうですね、だからそれはそれの美学で、そうやって考えるとこのちょっとあのひろのりのチャンネルで喋ったようなあれと一緒で、そのいわゆるその、はい、ライブ一つの中で4ビートっていう量みたいな感じで考えるとそれはそれでありながら、4ビートの中ですごいたくさん陰影をつけるって感じではないような気がするんだけど、フュージョンってやっぱ音深いよね、やっぱ考えると。いや深いっすよ、うん、フュージョンだからみんな意外とその他のジャズのミュージシャンがなんか一発一からげにパッてこうこれはって言ってしまうけど、いや聞きどころ変えたらめちゃくちゃそこでこだわりがあるし、だ一個そのもう行き尽くし行き着いた先なんかやり尽くした形じゃないですか、一個フュージョンって、うん、ね、あのその僕一時期ヤボリさんとかと、うん、関わったんで、やっぱこう一個突き詰め切った形じゃないですか、その、うん、なんかやっぱりその価値観でちゃんと見るとやっぱすごい深い世界がありますよね、うん、いや、そうジャズだけの価値観で見ちゃうと、そのね、あのフレージングがどうスイングしてないみたいなこう、うん、偏見があったりしますけど、うん、まあ、見てるとこはちょっと美学が違うって感じだよね。やっぱりだって、ね、うん、だって僕、今日出てきた人、みんなストイックじゃん。みんな、ストイック。みんな真面目に一生懸命音楽のこと考えてるし、あ、そうですね。練習量も半端じゃないんで、みんな。はい。うん、だって、森、ね、武さん、なんかあの、長い、何十小節だったかな、60何小節かのソロがあって、はい、それをクリック聞かずにやってんだよ。だけど、ドンカマから全くずれなかったらしいよ。浪費から全くずれない。もう、0コンマ何秒もずれなくて、みたいな。で、その、なんでそんなんできるんですかって、その飲み会の時聞いたら、いや、頑張って練習したんですって言うから、いや、本気で練習したんだと思うよ。いや、相当やってますね、それ。いや、めちゃくちゃすごいよ、あれ。いや、この時間をこんだけ、クリック聞いてんのかなと思ったら、いや、クリックはあれを聞かずにやったんで、とか言って。え、でもすごいもうぴったりじゃないですかって言ったら、うん、そうなんで、できるようにしたんですって言った。すげえとか思ったね。いやー、そういうことでございました。いやー、いやまあ聞き直してみてかっこいいと思うけどね、別に普通に。ね、なんかこう、いろんな視点で見たらあれだけど、こっちから見たら全然変わるような気もするしね。うん、フュージョンドラマですよね。ね、全然いいと思うけどね。うん、うん、そうそう。もうビバップフレーズ出てこないとかどうでもいいじゃんって感じですよね。いや、そうやってないもんだって。そうそう。そういうことじゃないんだよっていう。うん、だって、別にそのね、いや、ジャズの畑でやってビバップ出てこないって言ったら、まあ確かにそれもあるかもしれないけれど、みたいな。でもビバップイコール正解じゃないしね、みたいな。そう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 。いや、その美しさとか、その求めてるものがあれば、それはそれで全然いいと思うし。うん、そうですね。うん、はい、というわけで長々ありがとうございました。いや、楽しかったです。やりましょう。またいろんな議題で。あ、やりたいですね、ぜひ。ドラマーがみんな思うことを、だからでちょっと うまくなってきたときにこうみんな思うことを、みんなあるあるだし、俺もまだまだこう10年後経ったときにまた全然話変わってるかもしれないし。そうですね、確かに。うん。でもまあ、どれも、俺はだからその、
もう自分のできることはもう限界もここら辺ぐらいまでっていうのも分かってきて、やりたいことも分かってるから、それ分かってから全然こうどれもすごいじゃんって思うようになったかな。あ、なんかやっぱり嫉妬みたいなところがやっぱあるじゃん、やっぱりこう、はい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 、とかなんかそういったところもあったりするから。でももうある程度自分でやりたいことと限界もいろいろあると、だってこの人はこれに対してすごいストイックになってきたんだから普通にすごいじゃんって思うもんね、うんうん、そうですね。まあもうそもそも音楽ファンだから、はいはい、どんな音楽もやっぱりコルトネをなんで去年あんなに調べたかというと、うん、やっぱりわからないものがきっと素晴らしいんだろうと思っちゃうからさ、あ、いつかその素晴らしさがこう体感できるところに行きたいと思ってるんだけど、まだ俺にはちょっとわかんないけど、いろんなだから意見見て周波数って言われたら、あ、確かにそうだ、うん、でもじゃあいいと思うかったらちょっとまだわかんないみたいな、でもいずれ多分わかるんだって。コルトネなんてあんなストイックであんなに頭のいい人なのに変なことやるはずがないので。確かにそうですね、うん、だからそれ自分がわからないから、自分がいまいちと思うからイコールダメではやっぱりないと思うんで。そうですね、うん、やっぱりそういうのをなんかこう良さを見ていきたいなみたいな。でもじゃあずっと聞いてられるかったらなんかね、やっぱりそれは好き嫌いはありますよみたいな。そう、うん、そうですね。納豆好きな人は臭いのが好きなんだけど、嫌いな人は臭いのが嫌いなんで混じり合いようがないんだけど、うん、でもまあそのでもその納豆自体が食べられないけど良さは分かるっていうのはあっていいと思うんね、うん、そうですね、うん、というわけでまた、はい、今後またなんか議題を作ってちょっと定期的にやっていきましょう。ぜひ、はい、楽しかったです。はい、お疲れ様でした。ありがとうね。はい、ありがとうございます。